温泉のある駅、まほろばの里、高畑です。今日はここにある高畑ワイナリーというところに来ました。こんな緑豊かな自然あふれるところに高畑ワイナリーはあります。では早速行ってみましょう。ナイトアコンの作家っていうのは高畑の出身で、はあ、駅に赤鬼と青鬼がものすごい大きいのが立ってて、すごい怖かったんですけど、街中にその方の成果とか記念館とかあるぐらいだから、ワインの名前にも、そうなんですよ、あとこのシンボルの中にも赤鬼と青鬼がお酒を飲んでるような形で、エンブレムの中に、そうなんですか、そうだったんですか。まあ、とりあえずあの簡単にこんな会社ですよということでご紹介させていただいてますけど、はい、うちはあのシャルドネの生産量日本で一番多いようになるんですよ。国内生産のシャルドネって年間だいたい1200トン前後なんですよ。でうち毎年平均高畑町内だけで130から140、国産の1割以上のシャルドネがここの町で作られてるんです。90年からですね。30年ですよね、はい、シャルドネっていうのはちなみに何年から作ってるんですか。ですから会社始まって以来ずっとです。あ、だから樹齢が古いのは30年ぐらい、うん、なもんで今日ちょっと準備したのは、まあ、樽を使ってないタイプのシャルドネと、はい、こっちはしっかり樽発酵で作ってるシャルドネ。シャルドネのバリエーションかなり持ってまして、樽発酵のシャルドネだけで6つあるんですよ。このクラシックのシャルドネっていうのは、まあ、うちのスタンダードのシャルドネですよね。何種類のキュベがあるんですか。もう計り知れないですよ。例えば樽発酵6本作れる畑があったとすると、6種類の樽使って酵母の組み合わせをまた変えたりするんで、だから一つの畑の区画で下手したら6種類の酒作れます。樽っていうのはどこの樽ですか。全部フランスなんです。あ、フランスから、はい、ブルゴーニュ、はい、毎年40から50本ぐらい新樽入れてるんで、もちろん一焼き二焼きも使うし、はい、古い樽だと貯蔵用に使ったりもしてるんで、はい、今樽本数だけで700本近くある。毎年何本かずつダメになってったりとか、あと最近多いのが清酒蔵さんでちょっと樽に入れて熟成させたいっていうんで手を送ったりしてます。え、ワインを作った樽でお酒作るんですか。そうそうそう、作るっていうかね、樽でやっぱり熟成させるみたいな感じです。樽発酵のシャルドネ、樽発酵のシャルドネは大体10ヶ月から11ヶ月飲むんですね。まあ、このレベルのシャルドネが樽発酵がやっぱり5つ6つあるっていうのは日本でもそうそうない。シャルドネの量があるからこんなにバリエーションできるんで、ちゃんと酸味も残ってるし、はい、うん、クラシックっていうシリーズのメルロワンのカベルネですね。はい、そうです。なんかすごい背が高いなと思ったんですよ。そうです。なんかスラッてしてて、そうです、垣根自体っていうんですよね。ヨーロッパとかああいった乾燥地帯のところに比べると、この辺ってどうしても積雪が、はい、あるもんですから、枝の高さが大体年間あの辺まで積もりますよ。え、そんなに積もるんですか。これがメルロが70ですから、あとカルネソーヴィーヌなんですよ。うち意外と安定してこれぐらいのクオリティの赤でもある程度の量を作れるんで、飲食店さんからは非常に重宝があられる。コスパがいいって言われてる。青、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 これはメルロとカルネソーヴィーヌとプチベルトを使ってます。まだちょっと開いてない可能性なんですけど、でも違う、違う。赤は毎年本当にバージョンアップしてるんで、18はもっとすごいです。バージョンアップってどういう、要はね、作りもなんか変わってきてて、醸造の責任者で松田っているんですけど、見た目はちょっとガサツに見えるんですが、すごく細かい仕事やっててどんどん美味しくなってるんですけど、はい、ありがとうございます。今後どういう方向に向かって、赤で日本の特許を出したい。おお、こちら以外にそのワインを作ってる会社っていう、うん、山形県内だと全部で19畳あるんですよ、免許があると。そのうちの今17社ワイン作ってます。ブドウだけ作ってるっていう農家、もちろんいます。ジェレーさんを通じて、はい、農家さんと契約して、はい、やっと内にこちらから最初渡したりしてますけど、高畑町内でうちの家だと今60軒弱、はい、あ、そんなに。もともと
に盛んな地域だったんで、ぶどうの仕立てに関しては、ね、農家一人一人プロなんですよ。契約されると 100% 関係するよっていう約束で、10年スパンの契約でやってるんで、安心して作っていただいて。10年、うん、で農家さんは安心だ、うん、で農家さんもやっぱり一人一人自分の腕に自信持ってるんで、うん、ワインの収穫とかどうやっていくの？収穫とかもう農家さん全部やりますよ。あ、自分たちで。自分たちで。で、じゃあぶどうだけ持ってくる。そうです。で、圧搾が全部ここで熟成させるのは種です。種です。種で、いずれもうちこの辺のメルローとかガベルネ使ってるやつは、23ヶ月間、種熟成します、ね。値段の差に関わらず、種にも負けないようなその果実味というか、酒としての存在感が出てきてるんで、バランスが非常に良くなっているというのがあります。一つの名前、キュベの中で、個体差が出ないように、しなきゃいけないのが大変ですね。いろいろ試みをして。そうですね。全部合わせると60タルぐらいシャルドネ種発酵してるんですよ。はい、メーカーの違う樽使ってたりするん で, でそれを組み合わせて毎年このようなスタイルにしていく、はい、っていうのをやってるから、結構ブレンド技術も大変ですし、はい、赤はもっと大変なのは200タル製品化するんですよ。200タルのやつに全ての樽を試して、はい、でこの味作るためにもうこれを何ミリ、これを何ミリで試験管レベルでやって、大体かけてこんなになってます。2月、3月ぐらいで赤のブレンド全部やるんですけども、タブ目の前にして全部ですから、気が狂いそうらしいです。ね、正直ここまでの味と思った私言われて、ものすごく美味しくてびっくりしました。私から聞くまで高止まりしてた。知りません。いやいやいや。ファイナリーができて何年目ぐらいからこうだんだん知名度が上がってきたって手応えがあったって最初の頃ってやっぱりこういうような品種ほとんどないですから、ブドウを植えたばっかりの時期で、だから海外からのバルクのやつをブレンドしたり、生食生で食べるブドウで作ったワインとかやってったんですけど、これはこういうのが出てくるのはまだ20年ぐらいですね。ただ逆に30年前からずっと売れ続けてるワインっていうのもあるんですよね。それはスパークワインなんですけど、マホロバの貴婦人っていう、これは国産原料一つも入ってないんですけど、すごい人気が、まあ、30年ね、うん、販売し続けるってそうそうないですからね。ロングセラー商品で、どういう方が関連なの？おじいちゃんとかおばあちゃんとか、あと若い方でもその辛口とか飲めないっていうの、香りが良くて、上品な甘さがいいんで、ワインって甘いものっていうイメージがありましたよね。やっぱドイツワインとかがすごく入ってきたり、あとマテウスとかポルトガルのワインのイメージが、これはもうできたワインを買って輸入してただ瓶詰めしたわけ。あとこっちで調合して、あ、調合、それこそオーストラリアから買ってきたオレンジマスカットっていう果汁でとかワインを作って、そういうことしていいんですか？はい、もちろんです。まだまだ高畑ワイナリーさん変わっていきそうですね。でも一応ね、我々は王道行こうってことでやってるんで、変わったものを出したいとかってたぶんしないとは思いますけど、その王道ながらもまだまだ発展していきそうな、うん、そうです。ここ数年だけでも作りだいぶ違うんで。松田さん、はい、よろしくお願いします。3キロタンクがこっち並んでて、そこっちが5キロタンクが並んでて、はい、そっちには10キロタンク、で手前のこのステンレスタンクは凍ってるじゃないですか。本当だ。えマイナスまで冷やせるんですよ。でも酒石を落とすために氷を周りにつけると、なんで酒石が落ちるんですか？酒石って冷やすと酒石酸が結晶化されて、で瓶下に沈むんですよ。ワイン知らない人はガラス片だって言うんで、そういうクレームが来ないように前もってこっちでマイナス4度でだいたい3週間くらい冷やすと酒石が結晶化されて、この中でも冷蔵庫で冷やされても大丈夫なようにしてやって出荷してやる。あんまり見ないけど、こういうの大きいところじゃないとそこまではしないと思います。毎年90万本ぐらい詰めるんで。90万本。えでブレンドも松田さんがされてる。そうですね。ろ過もするし、これも濃化器なんですけど、中穴開いてるんですよ。空洞になってて、ストローみたいになってて、はい、でそのストローの側面に 0.2 ミクロンの
穴が開いてて、その 0.2 ミクロン以下 その液体だけが外側に出て老化するっていう、オーストラリアとかだとこれ当たり前に使ってます。でもフランス人は使わないと思います。私初めて見たかも、このろ過器って。メイドインジャパン。これは下水の水処理で使うやつをワイン用に応用してるんですね。旭化成。あ、素晴らしい。ジャパンテクノロジー。普通のロシ、それでロシを通してきれいにする。ワインはこっちから入って出てくるっていう。松田さんは高畑ワインで何年いらっしゃる？24年。ほぼ初期メンバーです。不満はないですか？不満なんでそこで笑いが不満はいろいろありますけど、はい、まあ、しょうがないでしょう。あ、でも嬉しい、やりがいがあるお仕事ですね。まあそうですね。ここで仕込み、白の仕込みがあるんですけど、除光器があっちにあって、うん、はい、でプレスで絞って、うん、はい、果汁タンクに行って1日きれいにして、で次の日ろ過して、うん、2日目は奥のタンクに仕込むっていうのを大体5、600トンぐらい、うんうん、1日10トンずつやってっても50日かかる。どこで学んだんですか？ずっとここで。あ、じゃあもう最初からここで。そう、はい。まあ、じゃあ特別な醸造学の勉強とかそういうことしてないですね。してないの。これはもう飲むしかないですね、ひたすら。まあ、ここが赤の仕込み場で、はい、でこいつが除光してくれるんで、でゴミを奥で落としてブドウの粒だけをその下から取って、はい、でタンクに入れる。はい、これが赤のプレス。邪魔します。まあ、何をされてるんですか？今タンク洗ってまして、こういうタンクの上に繋がってて、水出すとシャワーになるように、それで薬品回して洗ってあげるって感じです。すごい、うわ綺麗。4段重ね。これはもう赤ワインだけ。なんでこうやって重ねるんですか？場所がないんで、狭いんで平積みにできないんです。どうやって持ち上げるんですか？フォークリフトですね。目つぎしなきゃいけないじゃないですか。あ、そうよね。どうしてんの？4タルぐらいなくなります。これどうやってやるの？あのホースで引っ張ってきて、それをリッターカップに組んで、それを一個一個に入れるんですけど、下ろすだけでも大変でしょ？大変だし、ブルンテスト好きなんてこのタルから全部サンプル取るんで。今ハモった。これ崩すの大変だ。とにかくね、元気がいい松田さんです。なんか働いてる人たちもいいな、若々しくて。発酵中の白ワイン。はい。あー、プツプツしてる。赤。これで。あ、かき回すんだ。でも赤はこれをやらなきゃいけないんで、白は勝手に発酵してくれるんですけど、こういうタンクはもうポンプで全部回すしかないんで。あー、そうか、ポンプで。タンクは何個あるの？100個ぐらい。100個？ブレンドってどのぐらいの量をブレンドしていいって決めるんですか？全部見るじゃないですか。で、主軸になるワインの樽をまず決めて、これにもうちょっと新樽率を上げたいとか、もうちょっとフルーツの感じ欲しいからフル樽したいとか、そういうのは全部飲みながらブレンドテストして、ほんで、ああダメだ、ああダメだ。それ何人で決めてるんですか？俺が決めるんですけど、さすがに俺一人なんかできないんで、一応あと一人、もう一人体力のあるやつがいるんで。体力が必要なの？そこで必要なのは体力だけ。これを組み合わせ決めるって言ったって、うん、多分何億通りもあるわけじゃないですか。全部試せないんで。でもお若いですけど、後継者は？あいつ。おお、後継者小原君2代目です。はい。高畑ワイナリー素晴らしいと思うので、はい、自覚を持ってそこでお説教です。俺がやるんだって頑張ってください。応援します。ありがとうございます、はい、素晴らしいと思います。もこの素朴な人柄が、うん、すごい高畑ワイナリーの味なんだと思って、すごい嬉しかったです。いいですね、素朴。尊敬する上司ですか？はい、すごいフランクに、誰に対してもこういう温度感なので、下からもいろいろ聞けますし。
いや、ワイナリーで働きたいんです、私。マジですか？マジで。絶対やめた方がいいですよ。え、なんで？なんで？夢を壊さないでください。将来の夢を。来るんですよ、やっぱりワイナリーやりたくてみたいな感じで。うん。それ、そういう人たちに一言。はい。やめとけ。ここでやめとけ。すごい、いろんな会社の樽が全部違う。そうそう。物によっても入れるものも違ければ、同じ1個のタンクでもいろんな樽に入れて、いろんな味を作っておいて、組み合わせたときに、1たす1が2じゃなくて4とかになるように考えて、樽も買って入れてるんですよ。ロマネに使ってる樽が、フランスはそれですよね。ロマネの樽です。やっぱり樽による癖っていうか、味の違いっていうのは全然違いますよ。違う？こんなキャラメルトーストだし、あれは樽粉を出さないし、ベントスは炭っぽい。味になるし、あのカントンってやつはもう本当におがくずみたいな。栽培して仕込みもして、今度はこう充填ですよ。瓶を洗って、炭酸をつけるカーボネーターっていう、はい、要はスパークリングワインを簡単に作るための機械で、スパークリングも詰めれる充填機と、打線機が、はい、あります。はい。院内二次は、うち大体年間1万本ぐらいしか作れないんですよ。でも、実際うちスパークリングワイン30万本ぐらい売ってるんですよ。はい。それはもうガスでやんないと間に合わない。あれ回すのは手でやってるんですか？手で、え、手で。スパークリングワインって綺麗を正面にして、このシールとこのシールとこのシール貼らなきゃいけないじゃないですか、はい、それをどうやって見んだってなった時に、はい、ここに黒いマークがついてて、それをここでルルルルルってこういう黒いマークをね、感知してここが真ん中ですよってこう送り出してってやって、それに合わせてこのラベルとこのラベルとこのラベルを、あ、これね、それをここで読み取って、こいつが回るんですよ。頭いい ね、機械。日本の本格的なワインっていう市場がほとんどないんです。ん、どういうことですか？日本人がワイン飲んでる日本ワインは 5% しかないんです。それぐらいしか知らなくなって、ほとんどが輸入ワイン。でもこれから高畑さんがそれを切り開いていく感じがします。すごい、切り開いていく、うん、いや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 。今夜のお宿は上杉家の別荘があったという赤湯温泉の上杉の御湯御殿森という旅館です。で、ここが本当に素晴らしかったんです。まず、すべて源泉かけ流しという12の温泉がいいです。特に露天風呂素晴らしかったです。それとお食事がとっても美味しくて、一品一品驚きの連続でした。素材、お料理の仕方、プレゼンテーション、すべてが凝っていて、また心がこもっているんです。朝食もびっくりするほど美味しくて、ご飯をおかわりしました。お米ってこんなに美味しいんだって思いました。それと、お部屋もすごく素敵でした。改装したばかりのお部屋だったんですけど、広々としていて、使いやすくて、置いてある家具や調度品も、おしゃれなだけでなくて、機能的だったんですよね。あとびっくりしたのは、敷地の中になんとパワースポットがあったんです。ここ上杉家の別荘もあったところなんですけど、昔の人も分かってだったんだかもしれないんですけど、うんうん、鶴が手を広げてる形になってるみたいで、うん、でその頭のところ、この辺にここのがあるんだっていうことで、川を集める場所っていうふうなことなんですかね。あ、山になってるんだ。ここ、はい、ここだ、はい、にこ、このここがあるっていうふうに、はい、聞きました。じゃあ上杉家の人はここがなんか分かってたんだかなって思いますよね。あそこをお参りされた方っていうか、うん、もうなんか開運の方いらっしゃって、なんかすごく事業とかもうまくいってってお礼参りにござった方もいたんですよ。ただその方は長さ置かなくて入れないってやっぱりなんかこう感じるのか。あ、十和田湖の形が、はい、この形なんです。怖い地形が。だから同じ山だなとかって勝手に思ってたんでした。いやちょっと今持ってきますね。はい、っていうか可愛い、ね、可愛いの喋り方とかがとっても。あ、すみません、昔の地図なんですけど、これ十和田湖で、うんうん、多分こういう風な感じの、あ、本当だ、地形だと思いませんか。出てる、こういう風に。でこれも鶴って言われたら鶴ですね、はい、神社が多分近く、頭の、あ、神社があるんだ。神社あって、そこもパワースポットってかかってました。あ、やっぱりね、なんかあるんだね。お庭もすごく素敵なのよね。選ばれしパワースポット。
エネルギーが集まるとされる鶴の頭に当たるのが当館の流血堂。ビジネスに必要なアイデアや発想を促すエネルギーを与えてくれます。レッツゴー、レッツゴー。やっぱり来るべくして来たんだよ、流血堂に。あ、これ、私は絶対無理、これ入れません、怖い。え、これだけだったら私も入れなかったんだけど、うん、これが書いてあったからいけると思ったの。どういうこと？赤色くらい人生資源の少しより水源の確保。え、なんでこれでいけるようになるの？あ、なんか別に入っても大丈夫なんだなって思えたの。今光ついたじゃん、さっき真っ暗だったのに。そうそうそう、わあ、しかも竜がいる。玉に触ってみました。来させてくれてありがとう。また来たいです。また来たいです。花見の足湯、桜を見ながら、山を見ながら、ここで足湯に浸かるという、いいね。朝雨が降っていたのに美しい青空になっています。ではでは出発しましょう。ワイナリーのね、向こう側に虹が見えますよね。高畑ワイナリーの畑にやってきました。自社畑が4ヘクタールだったかな。他日本のこのブドウ畑見て思うのは、あ、綺麗だなって。生真面目というか一生懸命っていう。そしてね、またこの高畑ワイナリーで働いている人たち、みんないい目をしてましたね。口には出さないんですけど、愛情を感じました。まあ、そこが一番ね、ここのワイナリーに来てよかったなって思う点でした。そしてまたいつかここに戻ってこれたらいいなという、そういう気持ちになった高畑ワイナリーさんでした。